YouTube チャンネル第1回目の講師にはですね、元お茶の水女子大の教授でいらっしゃいます、藤原雅彦先生にお越しいただきました。藤原雅彦先生といえば、国家の品格という、一世を風靡した、ベストセラーの本を書かれた先生であります。その後ですね、国家と教養をはじめですね、また週刊誌にもエッセイを連載されるなど、本当にさまざまな形でですね、ご活躍をされている方であります。本当に今日はお越しいただきましてありがとうございました。よろしくお願いします。で、最初に藤原雅彦先生との馴れ初め、はい、私がちょうど郵政選挙で、資格を送られて、はい、落選中にですね、応援団を買っていただきまして、本当に推薦のお言葉もいただいたりいたしました。まあ、そのおかげをもちまして、なんとかですね、次の選挙では復活当選を果たすことができました。この場をお借りしまして、改めてご支援いただきましたことを、感謝申し上げたいというふうに思います。それからもう時が経ちましてですね、今の日本の状態どうかというと、郵政民営化は 今このざまでございますし、いまだにこう新自由主義がはびこっている状態であります。で、まず郵政民営化についてですね、藤原雅彦先生からあれは何だったのかと、どのように評価をされるのかということをちょっとお聞きしたいと思います。私は郵政民営化というのはもう最初からもうどうしようもないですね、アメリカの圧力に抵抗できなくて、日本がアメリカの食い物にされていると、日本の富をアメリカが簒奪すると、そういう計画の一つだとずっと思って反対してました。ところがですね、小泉竹中政権はバン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 走ってですね、そしてどんどん行っちゃうと。それで誰かちゃんと分かってるやついるのかと思ったら、やはり中にいてですね、さっき言ったこの木内議員はじめ亀井さんとかですね、平沼武夫先生とそういう人たちがいて反対してくれたんですね。それで私たちを応援してました。それで最後に国会のちょっと前にですね、もうすぐあれするっていう時に、決まるっていう時に、木内議員が国会でですね、竹中平蔵大臣に質問したんですね。要するに過去1年間にアメリカと何回会いましたかと、これに関してね、郵政改革です。そしたら彼はしぶしぶですね、本当はその質問だけはしてくれないでくれと、はい、木内さん頼まれていたらしいんですけど、これはもう国家のためには絶対しなきゃいけないと思って、そしてついに彼はしぶしぶ17回アメリカと会って相談したと。要するに完全に他国の内政の問題ですよね。それがアメリカはそれだけ口を出してたっていうことがバレちゃったんですね。あれはもう歴史に残るすごい質問だったと。で、結局は質問したがゆえにですね、結局は小泉さんその改革は通って、で彼はこの自民党を追い出されることになりましてね、それで投票した後ですね、自分の席に帰ろうとする時に負けた後ですね、テレビで安倍さんがですね、木内さんのところに行ってですね、なんか支えてるんですね、通路で。それで私はね、もう1、2分ですけど、一生懸命木内君にこんなことすると自民党を追い出されちゃう、大変なことになるって、多分そういう説得をしたと。それで多分お世話になった安倍さんに対してね、義理はあれ、しかしながらお国のためにやっていうことで、彼は黙ってそのままお話だけを聞いてまっすぐに出ていきましたね。あれを家族で見てみんな感激したんですね。そして見事に追い出されました。それでその後自転車でですね、3、4年間遊説して浜松の北の方でですね、でそのまま写真いろいろテレビなんかで放送されて、それで私はあまりにも見かねてですね、一度浜松までですね、
本当国公民というのはですね、選挙をあれしちゃいけないので、もちろん演説なんかはしませんでしたけど、行って選挙対策本部みたいなところに入っていってお茶菓子あげたりしましたけどもねその程度ですけどもね、それ以来ずっと旧知ファンなんですね。こういう人が要するに義理人情よりもどんなことよりもですね、国を思うっていう、こういう人が政治家の中に増えてきたら日本も良くなるんですけど、今もどの政党を見てもほとんどいないという、こういう状態になってますね。そういう点で非常に貴重な人材だね。早く首相になってほしいと思うんですけどね、まあみんなに足引っ張られるんじゃないかと思ってね、これだけの国士ですからね、まあそう思って応援してます、はい、ありがとうございます、はい、もう本当にもう身に余るですね、もう光栄でありますけれども、まあ、私自身ですね、まあ、自分のお役目はですね、まあ、よらば大樹の影ではなくて、やっぱりおかしいものはおかしいというふうにですね、まあ、与党の人間ですから、いろんなことでこう、ね、突っ張っているというわけにもいきません。今も中堅の立場ですから、まあ、先輩のご指導をいただきながら後輩もね、逆に私が指導していく立場であります。でもさあ去りながらですね、やっぱり、日本の国益をしっかり守るということ、そしてやっぱり新自由主義というんですかね、なんかこうもう周回遅れのなんかこう古びたグローバルスタンダードみたいなものに固執するのではなくてですね、むしろこう、まあ、今日のまあ逆に結論を最初に申し上げますと、日本人が忘れた日本の古き良き制度文化、そういったものをですね、逆に国際標準グローバル化スタンダード化することが、まあ、ある意味その世界の平和や繁栄にとって大事じゃないかなというふうに考えるぐらいですね、もうちょっとこう積極的に、今までのその間違ったその改革市場主義、改革原理主義、まあ新自由主義に代表される、そういう、あるいはもう何でもかんでもデジタル化すると。で、藤原松子先生にちょっとお聞きしたのは、やっぱりそういう論理とかデジタル、そういうものよりもこう情緒とか、その目に見えないものを大事にするとかっていう、こうなんかこう古来日本人がこう大事にしてきたもの、それをこう今こそこのコロナでですね、人と物と金どころかウイルスまで入ってきちゃってるわけですから、うん、それを見直すいいきっかけにすべきではないでしょうかね。どうでしょう。そうですね、人間というのはやっぱね、論理とか合理っていうものに非常に弱いんですね。例えばね、帝国主義だって約200年間世界を跋扈しましたよね。帝国主義だってね、きちんとした論理があるんですよ、うん、植民地主義とかね、要するに無能な有色人種を私たち有能な白人が治めてあげると、ね、その無能な有色人種に統治を任せ殺人が起きたりですね、賄賂がはびこって内戦が起きてどうしようもないと、したがって優秀な私たちが治めてあげるというとても親切な論理があるわけですね。で、例えばね、1900年になったってイギリスにはね、聖職者もいれば人格者もいれば天才もいればいろんな人がいた。しかしそれを疑う人は誰もいなかったんですね。それで1918年になってベルサイユ条約第一大戦の後、その時になってやっとね、その時でもですね、この統治できない人々のためにその白人が統治してあげるのはこの文明の神聖なる義務であると、こういう言葉が書いてあるんですね。要するに1918年になっても そういう曲がり通ってた。でその後の訪れたそのマルクス主義だってそうですね。マルクスのような大天才ですから素晴らしい論理が通ってるんですね。しかし74、5年間ソ連なんかがやって大破綻しましたね。要するに論理的には正しいけども人間には合わない、以上終わりなんですね。でその後のこのグローバリズム、これもね、論理的にバッチリ筋が通ってるんですね。例えば自由貿易で規制緩和を規制撤廃すると全ての当該国の利益が最大になると、これ数学的に証明できちゃうんですね。だからこれはもうどうしようもない、数学的に証明できてるっていうことは未来永劾に正しい。ところがね、数学を
この抽象的な数学を現実の問題に応用するときには必ずね前提が必要なんですね。それが5つも6つもね前提があるんですね。それが高等無形な前提であって、例えば農業がダメになったらエレクトロニクスに変わる、エレクトロニクスがダメになっちゃったら今度は自動車産業に、自動車産業がダメになったらって、こういうね瞬間にそういうものが変わるっていう高等無形な前提、そういうのが5つも6つもあるんですね。ところがエコノミストとか経済学者っていうのは前提をみんな忘れちゃうんですね。定理の結果だけ、すなわち規制を完全に撤廃して、あるいは緩和して、人からものが自由に国境を移り変わる、これが一番良いっていう定理の結果だけを覚えて前提を忘れてる。これによってね今多くの矛盾が出てきたわけですね、はい、それやはり論理合理に人間が弱いっていうわけですね。したがってこの今キュズリンのおっしゃられたその今度のパンデミックの、はい、これによってこのグローバリズムの欠点というのはあからさまになりましてね、人からものが自由にあまり動きすぎたから、あっという間にね、例えばヨーロッパでも一番この中国人の密度の高かったね、ミラノ付近の北イタリアから発生して、ここにアメリカではニューヨークからね、大体中国人の、で、まあ、そういうことが起きて、そしてもうどんどんあれして、そしてあとはサプライチェーンなんかもね、例えばアメリカのね、抗生物質の 97% は中国で作った、日本のマスクの 80% は中国で作った、だからこういうのは全然できないです。で例えばフォルクスワーゲンなんか の車の部品もほとんどは中国だった、だからあれが中国がダメになったと同時にフォルクスワーゲン 2,3 ヶ月あれして 数千人の人を解雇した、それで日本もマスクがなくなって、で行列ってで、アメリカは中国に生意気なこと言ったら抗生物質あげないよって言われてね、まあ、こういうね、サプライチェーンになる。だから、まあ、そういうサプライチェーンを中国なんかから引き上げて日本の地方にね戻すっていうね、それによって地方を活性化するっていうのは、この絶対そのために政府がいろいろ税制面なんかで面倒を見るとかね、そういうことは絶対必要なんですけど、要するにこのパンデミックの後の世界っていうのはパンデミックの前のようにしては絶対いけないんですね。そうですね、この挫折したりした後はその前より後をもっとはるかに良くするように頑張るんだけど、だからそのためにはこの今言ったようなグローバリズムに対する反省ね、こういうことも非常に大きなことですね。これをどうにかして直さなきゃいけない、はい、そしてそれを解決するのは欧米にはほとんど無理だと、論理合理に頼っている限りは無理なんだと、そこで今おっしゃった日本のこの情緒だとか伝統文化における例えば物の哀れだとか、はい、即因だとか卑怯を憎むとか礼節だとか、こういうような日本の昔からあるごく当たり前のものは実は世界を救う非常に大きな力にこれからなっていくんだってことですね。そういう意味でですね、例えば今こうスマホとかインターネット、こういろんな知識がですね、いやもう無尽蔵にありますよね。でそういう中で特にGoogle とか、まあ、いろいろなFacebook とかいろんなプラットフォームでこうその人が見てる情報に合わせてこんなものもありますよとかって言ってこうそのユーザーの趣味嗜好に合わせてどんどんこう情報を送ったりして、こうある意味こうこちらからこうなんていうんですかね、例えばこの本面白いかなとかですね、こう行ってみたらたまたま直感的にこの本がいいかなと思って手に取ったらよかったとか、逆に大外れだったとかですね、そういうのを経験しながらこう本屋に行ってこういろいろとこう本読んだりかってところが、今はこうもういろんなものがどんどん来て、場合によってはそのこれいいですよとかですね、買わないみたいな感じでもう逆にこう操作されてですね、こう選択をするそのプロセスもなんかこう曖昧ですし、こう逆になんか物を買わされてるとかですね、こう そういうある意味こう便利になってるようでなんか不便なこのインターネットの世界があると思うんですけども、いかがでしょうかね。そうですね、それもねやはりこの効率能率をね、はい、追求しすぎるんですね。でこれはもともとアメリカなんですね、要するにアメリカはヨーロッパから200何十年前に来たと、それその時このヨーロッパ的なそういう情緒もあったし、それから
新指導精神、岸道精神、伝統文化、そういう教養、こういうものは全部古いものだと、我々はそういうものに決別をして新しい大地を国を作るんだということで、そして効率とか能率、要するにそういうものを効率性だけを追い求める、それが今アメリカが世界一の強国になってるんで、それがばらまかれたんですね、それで効率能率だと。で今おっしゃられた通りね、効率能率だけでうまくいかないもの山ほどあるんですね。例えばご飯だってね、素晴らしいフランス料理とかね、寿司とかうなぎとかね、浜松のうなぎ美味しかったりする。そうですか。名前言わなくて、ああいうねめちゃくちゃ美味しくね、それを効率能率から言ったらね、錠剤1個飲んだら1日の栄養分全部取れちゃうと。で効率能率いいですよ、飯に2時間朝昼晩ってかかってると、それをね1錠飲むだけでおしまいと、それをね有益に扱いましょうとね、こういうことになっちゃうわけね。あるいはね、あの子供たちにね、例えば小学生にその歩いたり走ったりするのを教えないと、その代わり車の運転を教えましょうと、それでいいでしょってね、こういうふうに、ね、能率効率やるとやっぱり非常にまずいんですね。例えば足し算引き算掛け算割り算ね、筆算しなくていいよ、暗算しなくていいよと、その代わりこれでねやる方法を計算機でね、それだけ教えましょうとね、こうやってね効率能率をやることによっていかにもね結果が達成されたように勘違いするんだけど、それによって失うものがものすごく多いんですね。例えば女性だってね、写真だとかね、画面で見るのと実際の女性だったら実際の女性の方がはるかにすごいでしょ、ね、フェロモンがグワーってきて、ね、はるかにねこの実物ってのは違うんですよね。やっぱそうなんかですね、その実物っていうか、こう何ていうんですかね、何かこうオーラとある人とか、や逆に言うとこう何かこう波長が合わないとかですね、やっぱこうその画面で見るのと全然違いますよね。あとこう例えばこうちょっとあとこれはあの辞書ですけどね、このこれはオックスフォード・アドバンス・ラーナーズ・ディクショナリーっていう、まあ、有名な辞典、そんなにこれ使いこなしてないんですけども、ついこちらのこれの中にも入ってるんです、電子辞書で。これ便利だなと思って使うんですけど、気がついてみたらですね、こういう辞書で使った方が記憶がですねに残るんです。ところがこの瞬間的にこれで意味分かったけどすぐ忘れちゃったりするんです。で実はどうしてかなと思ってたら、なんか東京大学 の、 あの研究室で、科学的に脳科学だと思うんですけども、こういうこのバーチャルなものよりもこういう紙媒体で、でこれはやっぱりこの辞書にも匂いもあったり、こういうページのね右のページなのか左なのか、そのうちその上の方か真ん中かっていうのは記憶が多分また脳でして、あの時あったここでって、あとこう連関性とかでありますんで、記憶力が実はこっちの方が記憶に残るというのはもう科学的に証明されているということを考えると、電子辞書がそうなんであれば、電子教科書なんていうと小学生にやったらダメなんじゃないですか。もう心理学者たちも脳科学者たちも今言ったような研究随分されていてね、例えば記憶の定着ね、普通の紙に書いた教科書と電子教科書でやった場合に、紙で書いたものははるかに記憶の定着が良いと。やっぱそうですか。でね、なぜそうなのかっていうようなことはまだはっきりは分かってないんだけど、もう結果は出てるんですよね。だからそこが人間の不思議さなんですよ。でね、例えばね、我々はね、30年前に比べて10倍か20倍写真多く撮ってるんですよ。確かに簡単に撮れますから、簡単に撮れますからスマホでね。昔はね、昔は写真機で撮ってね、そしてそれを現像焼き付けして、それでこのアルバムに貼っとくと、で新婚旅行なんていうこれつけてね、で今頃見るとね、女房もあの頃は素直で可愛らしかったなってね、今は恐ろしいけどってね、いろんなこと思ったり、子供もねあの頃は天使のようだったなとかね、そうやってね時々こう見たりするんですよね。と今30倍撮ってるけど全然見ることないんですよ。そうですね、そもそもね、それ一応ねコンピューターに入れてるんだけど、パソコンにね、どこに入れたか何を入れたか全部忘れてるんですよ、はい、ね、それと同じでね、ものすごく能率よくねしまい貯蔵してるつもりが、結局はね、何を取ったかすら全部忘れて記憶の外に、要するに人間っていうのはね、この
視野に入ってるってことは重要なんですよ。電子は視野に入りませんよ。本は視野に入ってますよね。特に読んだ本とか視界に入ってる、はい、だから英語でもね、アウトオブサイト、アウトオブマインド、ね、確かにそうですね。要するにあれは視界から消えると心の中から消えてしまうと、うん、記憶忘れてしまうということですよね。まあ、日本では猿もの日々にうとしなんて訳されてるけど、はい、要するに視界から消えれば消えてしまうということですからね。要するに人間にとって視界にあるということはすごく重要なんですね。したがって紙の本というものを絶対絶やしちゃいけないし、本屋も絶対に守んなきゃいけないし、うん、この電子本だけでなんていうのはもうとんでもない話になっちゃうということですね。いや、私もよくその神田の古書店街、まあ、なかなか行く時間ないんですけど、時間があれば行きたいと思っておりまして、実はこういう三省堂という大きな本屋の隣に三茶書房さんという古本を売ってるところがありまして、この谷崎潤一郎さんのね、万字というこのこれをですね、ちょっと見ていただきたいんですけど、この形もいいじゃないですか、この横長で、ねね、いろんな意味でこの想定にこう力を入れてですね、活版印刷のそのこう組むわけですよね。だからこう非常にこうで、たまにこう、まあほぼないんですけれども、たまに活字が逆になってたりとかで、それも愛嬌もので、多少ずれてたりするだけど、これ人間臭かったりするんですね。でこれは昭和6年の本ですけれども、ある印刷屋さんに言ったら、今よりも戦前の印刷技術の方がはるかに。で、なんでですかって聞いたら、それ職人のね、経験された職人が、この想定は想定、活字は活字で役割分担にあって、で、作ってるからそうなんですよ。だからこう、大量生産じゃなくてですね、まあもちろん、そんな10冊とか20冊じゃなくて、何千冊と作ってるんですけども、こういうものを私をこう見るとですね、全然この、ありがたみというんですか、これは特に初版本で谷崎潤一郎さんが自筆で判行して、永井花風さんの差し上げたものが回り回って私のところにこれ来てるんですけれども、まあ、そういうね、このじゃあこれをじゃあ谷崎潤一郎の万字とか知人の愛をね、まあ、今著作権も切れてるかもしれないんで、じゃあなんかバーッとデジタル化してこうスマホでこうこうやって読むの と、うん、と当時のね、こういうのでも全然違いますよ。感動とか、なんて言うんですか、そうそう、愛着が、ね、愛着が、教科書だってね、愛着があるでしょ、ね、誰がデジタル本に、ね、愛着感じるやつがいるかっていうことですよね。なんか私もそうですけど、最初危機として、わあ結局あんまり勉強してないんですけど、いやよしこれやるぞと、あこんな匂いがするんだ東京書籍の教科書みたいなね。で一生懸命やったところだけ、なんかこの下の方がこう黒くなってたりとかしてですね、あここら辺全然やってないと。で私線引いたりしますんでね、で自分のマイ教科書になっていくんですけど、そうですよね。私なんかもね、本読むと、横線いっぱいこうボールペンで引くんですよね。それでね、なんか主張が私の気に入らない主張だとね、ふざけるなとかね書いたんですよね。それとかね、これはすごいとかね、いろんなね、でねそれで、ね、50年前に書いたのを見るとね、ああ懐かしくてね、あの時はこういうことに怒ってたんだなとかね、これとすごい懐かしくてね、でそういうのが、まあ普通ね、デジタル本でもやろうと思ったらできるらしいんだけど、選挙とできますね、誰もしないですよね。やっぱねこれに、いや若い20歳の時にね、いかに震えた時点でふざけるなとかね、こう書いてあるね、ああいうのを見るとね、本当にね懐かしくて愛着を感じてね、写真と同じだなと、デジタル写真とね本当の写真との違いだなと、デジタル本と普通の本当のね差は、私も別にまあデジタルを全部否定するわけじゃないんですけれども、なんかこう手段と目的がこう混乱してて、こうデジタル化する、教科書もなんか電子化する、それがいいみたいなですね。でもそれはあくまでも手段に過ぎなくて、結果として子どもの教育、読解力がどこまで向上するかしないかっていう、そういうところが欠けてると思うんですが、いかがでしょうか。ね、だいたいね、日本人は欧米の真似するんですね。もうデジタル化も全部欧米の真似なんですよ、はい、例えばね OECD の KISA っていう子どもの試験ありますよね、はい、あれでねフィンランドがしばらく1位になって、でところがフィンランドはね5年ぐらい前にね
しょぼくれちゃったんですよね。なんでかって移民いっぱい入れすぎてレベル下がっちゃってね、ダメになっちゃった。それで今度はねフィンランド教育じゃなくて最近エストニアとか言ってね、エストニアはそのデジタル教科書が一番世界で進んでる、でこれもね あと4、5年でねおしまいになるわけでね。なんでねみんなそれでやるかって言うとピザで世界の順位が出ちゃうわけね、日本はないってね、それでねやるわけね。ところがねピザってのは何かって言うと 国際経済協力こうなんかの株組織なんですよ。要するに、はい、有能な経済人を作るための、要するに経済戦士ねを作るための教育なんですよ。だからグラフを見てパッとあれするとかね。ところが国語教育っていうのはそういうことよりももっとね、日本人の国語っていうのは日本人を作ること、日本人としての情緒を作ること、誇りを植え付けること、あるいは母の語る言葉を完全にマスターすることね、こういうことが主でしょ。そんなね企業戦士っていうのは 3番目4番目5番目なんですよね。それを間違えて海外の真似してるんですよ。何でも海外の真似なんですね。要するに教育学者がちょっとねお粗末なのが多いことと政治家もお粗末だからみんなそれ真似しちゃうわけね。私なんかは海外がデジタル教育に狂ってると、うん、いいチャンスだと、世界中がどん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 これから学力落ちていくと、うん、日本だけが昔の教育ね、読み書くそろばん、すなわち読み書く算数ね、それを徹底的にやって素晴らしい日本人を作ろうと、絶好のチャンス到来と、こう思わなきゃいけないのに、海外の真似をねして、そしてね、I feel good ってこういう感じになっちゃうわけね。いや私もねだから、うん、あの今、藤原先生おっしゃったようにね、あの寺子屋時代ってこれ江戸時代ですよ。こうものすごく学力が高かったわけですし、私びっくりしたのはあの、この昭和18年のこの初等科国史、はい、これはあのまた復刻ハート出版というか復刻版が出てるんですけれども、初等科国史いわゆる日本史ですけれども、非常に絵も素晴らしいですし、非常にレベルがっていうか大人の私が読んでも十分ね、感動できるし勉強になる、こんなレベルの高い教育を昭和18年教科書で使ってやってたっていうことは驚きましたですね。江戸時代なんかはもっともうテレビ教育とか反抗ですね、ああいうのは、まあ、古文と漢文しかしてませんからね、で結局はそういう人たちが日清日露完璧に勝ったわけですよ、うん、あの人たちが知ってることは英語の絵の字もドイツ語もどのようにみんな知ってるのは漢文と古文なんですよね。それだけの教養であれほどの素晴らしい戦いに勝って、しかも素晴らしい人情を示したでしょ相手に対して、うん、例えばロシアのバルチック艦隊のために、はい、ステッセル、ステッセルとかそのいろんなその陸軍の203高地の弔う日本将兵の死んだ人よりもロシア将兵の死んだ兵隊のために火を立てる先にねとかいろんな監視を作りましたよね、野木さんとか東郷さん、でねそういう日本がどん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 ね明治の中期から落ちていくんですね。っていうのはね明治中期になって結局はね20年ぐらいが私のあれではね境目なんですね、うん、あの頃に生まれたのが志賀直哉とか、はい、武者小路実篤さんとかああいう人たちが20年ぐらい生まれた、その人たちはもうね明治は遠くなりにくいなんですね。そしてあの頃からやっとね欧米の学問がどんどん入ってきて、もうね武士道精神だとか日本人のそういうね伝統的なものはもう全部古いと、うん、そんなことよりもフランスの啓蒙主義だとかねそうやってみんなその向こうの詩を読んだりね、ゲーテやリルケを読んだりって、はい、そういう教養になってその人たちが大正時代を引っ張ったんですよ、ね、だんだんそれで昭和の初期を引っ張って戦争にまで行っちゃったわけですよね。要するに日本人がね明治中期に生まれた人、すなわち大正その人たちの活躍した大正時代から根なし草になっちゃったんですね。要するに日本人としての根を失って海外のものをねに対する同型 ね憧れあるいはね そこにひざまずくような気配 ねこういうような感じになっちゃったわけね。要するにこのね根なし草になったとこで根なし草になった民族っていうのはもうねちょっとした風にすぐなびかる。だからマルクシズムがあの大正時代に ロシア革命やると、はい、インテリがみんなマルクスに行っちゃった、はい、で昭和の初期になってナチスがやってきたら今度は軍国主義に行って、それで戦後はね GHQ に、はい、洗脳されてあっという間に日本悪いございました一点張りね、はい、戦前は真っ暗でした、それ信じて今はグローバリズムに走ってると。いやもう本当そうですね。要するにねもう根なし草っていうのはそういうね新しい海外からのこの
イデオロギーとかそういうものにいつでも圧倒されてしまうんですね。これが日本のずっと長い明治中期以降の失敗の一番の原因なんです。先生ね、私実はそのまさにやっぱりこういうのやっぱりこう物事って科学的に調べなきゃいけない。これこういう大正時代大正9年の中央公論とか見ますと、はい、もう社会主義というかですね、こう外国、それはすごいですね。クーブリン傑作書、マルクスとオスカー・ワイルド、とにかく社会主義と人間の霊魂とかですね、こうやって見るとこう見るとですね、こう安倍一三さんとかね、そういう、まあ、吉野作造、三宅節令とかも書いてる、まあまあ、いう先生方も書いてるんですけど、社会主義者が書いたり、まあ芥川龍之介とか久米正雄、はい、新市長の方々が 文芸作品書いたりとかして、やっぱり外国の影響がものすごいですね、大正時代。今言った人その通りなんですよ。三宅節令以外はみんなね、明治中期以降なんですよ。芥川も明治20年ぐらいですね。で、あの人たちはまずいことにね、明治38年ぐらいに一高に入ってるんですよ、ええ、ね、ところがね、明治39年に新渡戸稲造が一高に入って、校長になったわけ、まあ、そうですね。それでね、彼はね、日本の教養はすごい、あの人は南部藩ですから、うん、ものすごいそういう教育を受けてる。しかも海外に長いから、英米の文学にものすごい通じてるんですよ、そして彼にとって子供のとこから武士道精神の中で育ってるから、そんなものは当たり前の当たり前で、一高生のみんな、お前たちもそんなものは身につけてるに決まってると、だからそんなこと一切ね教えないで、もう欧米の教養だけに行っちゃったんですね。なるほど。だからその明治20年ぐらいのやつが、明治38年に一高とか旧制高校入って、その人たちが卒業して大正に活躍した。なるほど。それでね、みんなこうなっちゃったんですね。日本のことなんかも全然触れないね。それがもうどんどんつまずきのね、根なし草日本になっちゃったんですね。いや、だから今こそね、この取り戻さないと、また新しいグローバリズムの次に何か出てくると、またそれに圧倒されちゃうんですね。だから結局外からの、なんていうんですかね、外国勢力のいろんな、まあ、インチキな手前勝手なスタンダードとか主義主張とか、そういうものに日本がずっとそれこそ明治以降翻弄されてて、また同じことを繰り返してるって感じですから、やっぱり日本は日本の原点、出なし草にならないためにも、私なんか言うと縄文時代はどうだったのかとか、もう一回古事記とか万葉集を紐解いてみると。だから私はここから先ちょっと小学生の英語教育の話になるんですけれども。